皆さん、こんにちは。国際中獣医学院日本校校長の石野隆です。この動画では、犬の経絡とツボを、誰でも簡単に分かりやすく解説をしていきます。それでは、まず、総論として、犬の経絡とツボについてを解説していきます。中医学では、通じれば、すなわち痛まず。 通じざれば、すなわち痛むという言葉があります。では、何が通じていればよいかというと、それは、気結です。それでは、気結とは何でしょう気結を学ぶ際には、まず、経絡と壺について学習しなければなりません。えそれでは、まず、 合国というツボを例にとって説明していきましょう。合国は全子陽明大腸経という経絡に属し、その種地の一つに歯の痛みを止めるというものがあります。普通は歯が痛いときは顔を抑えますよね。でも中国伝統医学では歯の痛みを止めるツボは 合国という壺なんです。合国という壺は、人間の場合、親指の爪の内側、人差し指の爪の内側、線を下ろしていただいて、交わった V の字の谷のところ、ここが合国です。この合国という壺は、歯の痛みを止める作用がありますが、 どうして歯からこんなに離れた場所にあるツボが歯の痛みを止めることができるのでしょうかそれは注意学の経絡とツボの理論を説明しないと理解することができません。合国というツボは経絡という生命エネルギーの通路で歯とつながっているからです。この 経絡の作用によって歯が痛い時に合国を刺激すると歯の痛みを止めることができるのです。それでは経絡とツボを学習するために全子単位背景という経絡を見てください。全子単位背景は脇の下から始まって全子の内側を通過し全子の親指の 先に達します。体の中の多くのツボはどこかの経絡に属しています。そうです。経絡とツボは鉄道の線路と駅の関係に似ています。経絡が線路だとするとツボは駅に相当します。それでは経絡はどのようなものでしょうか 経絡の中には気血が流れています。この気血の流れが悪くなると病気の状態、その際に病気の、病気と関係のある壺を鍼灸などで刺激をすると流れが悪くなった気血の流れが改善し、病気が改善するということです。気は活動エネルギー、血は 栄養分と考えてください気結というのは中医学の中の生理学でいうところの基本物質となっています経絡は経脈と絡脈に分かれます経脈とは十二経脈と奇経八経を言い経脈とは十五絡脈尊脈不脈などを指します 十二経脈は体を上下に流れる縦の通路で、前肢に6本、後肢に6本あり、経脈中の中心を成しています。奇形八脈とは体の正中線の前面と後面を走るもの、細部の高さで一周するもの、経脈のそばをめぐるものなど、経八脈あります。 十二経脈と体の前後の正中線を走る二本の奇形である特脈と任脈を加えて十四経落と呼んでいます。今回の動画ではこの十四経落上の壺について学習します。人間の場合、壺は約350ありますが、 この動画では14経絡上のツボでよく使われるツボとランドマークになるツボについて解説をします。なお現在のところ犬猫のツボのグローバルスタンダードはありませんが、今回ご紹介するツボは国際中獣医学院のカリキュラムに行って学習するものに準じています。 詳しくは、犬猫のツボアトラスと、小動物臨床経絡経穴自習帳を活用しながら学習してください。